くのゆりと寺田由紀の千住にちょっと寄ってく。はい、というわけで新年明けましておめでとうございます。あ、全員そう、どういうこと？なんか持ってる。あ、もう新春から、はい、新春からなんかいただきました。あのいつものお客様から、はい、これ新年ということで、新年ということで何ですか？新年ということで、秋田県のお酒をいただきました。ありがとうございます。じゃあ、もう今日は日本酒ですね、はい、新年会ですの で、 あの皆さんも一緒に ね、 ねお飲みいただいてですね、はい、手作りのおせんべいもいただきます。手作り、すごいね。あ、いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでもう最初からはいはい、ね、もうなんか食レポしなきゃいけない。なになに、秋山家からちょっと珍しいお酒見つけたそうなんで持ってきました、はい、ありがとうございます。あ、秋山家ってオレンジ秋山家ですからね、はい、はい、あ、さすが、もう飲んだのそれ、秋山家は、はい、あ、美味しかった、美味しかった。有名な、なかなか手に入らない、ワインっぽい風味もありの、うん、日本酒なのかな。あ、日本酒、はい、じゃあ今日はもう、はいはい、お酒に包まれて番組をね、はい、そうですね、軽快に走らせたいと思います。そうですね、はい、新年一発目ですよ、久野さん。そうですよ。あ、どうもどうも、久野ゆりです。はい、寺田由紀です。そしてよろしくお願いします。私たち三丁目町内会です。もう最初からどんだけ滑ってんの。はい、というわけで、はいはい、ね、千住に寄っていく、本当に今日も3500人の皆様どうもありがとうございます。お待ちしております。今日多めですね。多めですね。というわけでね、いろいろコーナー、いっぱい詰まっておりますのでね、早速ね、はいはい、進めていきたいと思います。じゃあ3丁目ありがとう、みんな、ね、皆さんにお配りしてください。はい、お願いします。なんかあれですね、はい、新年だからってこのグダグダは変わらなかったですね。いや、変わらないよ。もう2年、今度3年目に突入する予定だよね。そうか、もうすぐ丸2年か、この番組も。そう、経ちますね。大人になったね。大人になったね。お酒も飲めるようになったね。いや、ずっと飲んでるだろ。はい、はい、というわけでね、はい、はい、忙しいね、はいはい、年末からの駆け抜けで、はい、うん、ゆきちゃんがちゃんと年明けにいてくれたことをめでたく思う私でございますけども、ありがとうございます。ご覧いただいてる皆さんも多分そう思ってると思うので、はい、いや、クリスマス入れなかったんでね、はい、申し訳ないなと思いながら。いえいえ、全然いなくても頑張れましたよ、ぼっちで。あ、ぼっちで、ありがとうございます。もう本当会場の皆さんのね、なんかすごいいろんな支援をいただいて頑張れましたよありがとうございます、はい、本当。というわけで今日はね、はいはい、私からちょっと皆さんに年始ということで、うん、プレゼントがあるんですよ。え、何それ。年始お届けしたいと思います。はい、皆さんにおめでたい、はい、え、タイ、え、何、タイの差し入れ、タイ、おめでたい。え、なに、え、それそれそれお祭りだい、イエーイ、はい、はい、それそれそれお祭りだい。どうも、ワンホームからやってまいりましたお祭り次郎です。よろしくお願いします。日本の祭りですよね。お祭り今日はパーッと盛り上がってまいりましょう。それでは早速お祭り二郎のお祭り会をお届けしたいと思います。まず最初にお届けするのはフィンガーファイブの恋のダイヤル67をお届けします。はい、リンリンリリ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 リ。あなたが好き、死ぬほど好き、この愛受け止めてほしいよ。もう一回いきましょう。はい、あなたが好き、はい、死ぬほど好き、この愛
ましょう。やはりお祭りといえばふんどし締めた男の尻、お尻を使ったボディアートをお届けしたいと思います。はい、お尻で遊ぼう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 。はい、自主道場。家が全焼しちゃったよ。はい、お尻で遊ぼう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 。やあ、橋本まなみ、まろやかな日々を送ってます。はい、お尻で遊ぼう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 。やあ、ドラえもん、お尻プリプリ、だんじり祭り。はい、それそれそれ、お祭りだ。以上、お祭り披露でした。どうもありがとうございました。お祭り披露いやいやいや、嘘でしょ。いかがでしたでしょうか。私からの皆さんへのめでたいプレゼント。違うじゃないですか。どうしたの、どうした、ゆきちゃん。いや、なんかなんで興奮してたの今ね。いや、なんか あのね、テンパりを隠せないし、帰っていったことにも驚きを隠せないし、うん、この後の雰囲気をどうしたらいいかわかんない。いやいや、ゆきちゃんと同じ種類の人だから。いや、違うでしょ。え、私お尻で遊ぼうとかちょっとできないから。いや、すごい喜んでたよね。あ、今ネタこっちちょっと裏が裏から準備するのがちょっと前もって見えてたら、もうなるほどって顔して見てたよね。うわー、これリアルにお客さんもめでたいね。よかったね。すいません、伊藤さん、本当にあのありがとうございます。いやー、びっくりした。よかったね。いや、いいの見れたのよ今ね。あ、びっくりした。いや、ほら、はあ、よかったね。今多分ね、みんな見てる人雑然としてるからね。何が起こったのかちょっとよくわからないんですけど。でも今もう頭から大爆笑の渦だったでしょ今ね。まあね、かなり良かったよね。はい、うん、90分の番組のね、はいはい、はい、いつもの笑いのもう全てを今頭でドカンっていったよね。そうですね。あー、今日もうすごく放送うまくいった気がする。よかった。いやいや、こっからまだ、こっからまだあと1時間20分頑張らなきゃいけないですから。うん、頑張れるでしょ。よかったね。もう本当にありがとうございました。わはは本舗からわざわざお祭り二郎さんが来て、このために。そうだよ、この10分のために。うん、いや、この一芸のために。いやいや、しかもこの間に入ってトークとかもなしで帰っちゃったね。帰っちゃったねじゃなくて、呼んだんでしょ。いや、呼んだよ、呼んだけど今は帰っちゃったよね、なんかね。帰っちゃいましたね。うん、うわ、びっくりしました。また呼べば出てくるんじゃない。あ、なるほどね。うん、多分途中でちゃちゃ入れに来ると思うんだよね、あのノリだとね。そうですね。あ、じゃあ、びっくりしたよね。まあ、その時はゲストの方もね、うん、ちょっと頑張って対応していただいて。そうだね、はいはいはい、なんかいい感じでね、はい、彼っていうか彼女っていうか彼は、ね、正月早々あの格好で外で海辺で千葉の方でね、お祭り二郎騒いでね、風邪ひいたらしいですよ。もう本当にもう手やんでビーって言ってたました。あらら、らなので今日は頑張っての直してきたって言ってたから。あ、ありがとうございます。お正月、ね、で今日はテロテロって来るかもしれないからね。はいはいはい、うん、楽しみだね。あ、びっくりした。あ、よかったよかった。はい、なんか今シーンってみんなもう一回休憩に入ってるけれども。いや、もうなんかね、嵐の後の静けさですよね。だけどなったね。まさに。いやいや、もうこんなわけでね、こういう笑いを届けていこうと、今年は。もう本当これ何の番組かわかんない。これ音楽情報町おこし番組ですからね。そうだよ、音楽ですよ。そうだよ、音楽と笑いは切っても切れないでしょ。あ、そうですね、しょうがないよ。やっぱりどう考えても芸人がいるので、今後とも、はい、寺田由紀ともども、ともども、ね、うん、三丁目のトークも含めて ね、向上していくべく、うん、こうやって少しずつちょっと入れていきたいと思ってるんでね。皆さんお付き合いどうも。本当お客様すいません、巻き添えね。いや、本当巻き添え、ありがとうございます。はい、はい、じゃあちょっと本日のコーナーね、まあ、ご紹介しましょう。はい、この番組はですね、はい、千住発のカルチャームーブメントを起こすべく動き始めた音楽情報町おこし番組でございます。はい、まずはバースプレイスセレクションコーナーということでですね、はい、アシスタントの三丁目町内会が応援するアーティストの卵やイベントをご紹介するコーナーです。はい、本日はですね、立花アルヒさん。はい、立花アルヒさん。アルヒさん、はい、アルヒ、珍しいお名前でね。
ある日、この日、その日。そんな感じ。そうそうそう。そうやって、ね、そうやって言ってた。ある日ねって言ってました。うんうん、ある日、はい、そのお楽しみに、はい、お楽しみに、はい、そして寺田由紀のこの指止まれのコーナーです、はい、寺田由紀がですね悩み大きい青少年の背中を押すべく、はい、応援メッセージを叫ぶコーナーでございます。はい、本日ですね、うん、メッセージがですね、はい、一件ね、今一件小さくなったよね、一件、今一件でございます。一件しかって思ってるんでしょ。一件もです、今。 ありがとうございます。でもね、一件もあるけど、うん、5件ぐらいあったら嬉しいから。そうだね、はい、なのでですね、この下のアドレス、うん、cws@tomatosenjukuros.com、はい、こちらのアドレスにですね、うん、ぜひ寺田由紀の、寺田由紀に解決してほしいお悩み、ぜひ皆さん送ってください。もうみんな幸せでお悩みなくなっちゃったんじゃないの、やっぱり。あ、なくなっちゃった、うん、いや、こちらにお年玉もお待ちしてます、ね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、そしてですね、最後、千住に集まれアーティスト諸君のコーナーということで、はい、ミュージシャンに限らずアグレッシブに活動しているアーティストさんをご紹介するコーナーでございます。はい、本日はですね、はい、また今までにはないジャンルの音楽を奏でてくれる方がですね、はい、ゲストに来てくださっているということでですね、はい、石塚高美噛んだよもう。石塚高光さんに、ね、さんに、これ読める、はい、これちゃんと、うん、フラメンコカンタオール、うん、わかる。 Do you know me? おレイですよ。出た出た、またそのひどいね、表現が。おレイおレイですよ。なんかもう、うん、いいよ、そういう感じ。だってフラメンコだから。そうそうそう、フラメンコちょっとやってみて、どんな感じ。そうそう、お礼だけじゃない、どんな感じ。いや、もうちょっとやめましょう、そういうの。そう、ほんと怖い。タヒチアンダンスが得意なあなたとしてはさ、フラメンコダンスも得意じゃないの、イメージ。いや、もうほんと怖い、そういうもう振り、ほんと怖い。ほんと怖い。今日はあのヤシの実持ってきてないけど大丈夫。ヤシの実は大丈夫、ね、ココナッツね。あ、ココナッツだったね、うん、あ、そうだった。そうそうそう。いや、まあまあ、でもあのね、まあ、あの素晴らしい歌声を、はい、あの披露してくれるということなので、はい、あのこうご期待ということで、はい、そんな感じで1時間半お届けしていきたいと思います。あのこれなんで笑ってんの。いや、違う、あのね、じゃあ伸びちゃう、オープニング伸びちゃうかもしれないんですけど、うん、はい、ちょっともう呼んでいいですか。いいよ、呼んでいいですか。いいよ。お祭り二郎さん、ちょっとぜひ前にお願いします。いや、しゃ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 、はい、どうもどうも、ありがとうございました。はい、ということでオープニング飾っていただいたお祭り二郎さんです。えい、ありがとうございました。あの、ちょっとお祭り二郎にも酒振る舞ってくれる。お酒くれるんですか。もちろん、うち飲んでいいんだよ。マジですか。マジすごい番組ですね。いいね、昨日も飲んだんでしょ。ね、昨日も飲んでます。3日連続でずっと新年会。もう興味津々でしょ、ね、あの、いや、お祭り二郎さん、はい、あ、ちょっとなんかお祭り二郎さんにちょっと質問してみてよ。あの可愛くない、この作りすごくない。いや、あの、あ、すいません、数日目、こんなの一口じゃんね。あれ、いいよ、一口です。どうぞ先生、質問途中に。あ、じゃあ、あの、なんかもうお酒飲まなきゃやってられない気持ちですよね。大丈夫ですか。そうそういう感じだよね。もう酔っ払っちゃえばあとどうでもいいってね。あれ、いや、みんなで、ね、うん、せっかくだから、あともう一杯、あの、はい、お願いします。これ雪とか書いてあるのってゆきちゃんの雪じゃなくて、あ、ね、わかんないです、漢字が違うから大丈夫。あ、種類、あ、書いてあるんだね、優しいね。なんかそういうことなんですね。種類だかまずわかんないけどね。例えばつるかめつるかめとね、雪とつるっぱげ。ちょっと、もうやだ、もううまいんだから。お二人はどういうつながりなんですか。お二人は昔のバイト先がみたいな。そうなんですね。私たちがすごく、はい、下々の時に、はい、下々の時代に、はい、汗水垂らして、はい、芸を磨いてた頃に出会って、はい、なるほど。彼女は、あ、彼か、どっちやろ。二郎さんはお笑いの道を目指してて、はい、私は一応音楽の道を目指してて、はい、でも基本つながりはお笑いっていうね。あ、なるほど。なんかね、でもあの二人ともなんかステージに立つって意味で、うん、そうそう言ってね、さすがね。なんかいろんなもんで、何これ、え、何聞き酒すんの、ね、ここで。あ、お、すごい、次から次へと出てきましたね。これ味が違うんだね。あ、雪で、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、さまけちゃん、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。すごい、めっちゃいい番組じゃないですか。何なんですかこれ。これもう飲んだらもう負けようだからね、これ。うん、ゆきちゃん今日はよろしく。あ、美味しい。あ、マジですか。はい、ということでですね、はい、初めてなんですよ、オープニングで、こういう
エンディングで一回サプライズあったけどね。そうですね、オープニングで盛り上げていただいたのは初めてで、ね、今日は本当に久野さんに呼ばれて、はい、はい、だったんですけど、私本当さっき、うん、スタンバイ超ギリギリだったんですよ正直めっちゃお腹痛くてトイレ行ったんですよ正直ほんで上にスタッフの方呼びに来てくれた時に、うん、本当はさっきの鈴とか、うん、鈴隠してつけてくる予定だったんですけど、うん、もうと思ってなんかもう下降りてきたらそしたらスタッフの時もう出番でした、もうすぐですこの顔で言われてめっちゃビビってえっつってちょっとさっきだからちょっと挙動ってましたね。あ、そう、出番最初はすごい挙動ってました私。あ、そういうことだったんですねもう出番なのかと、はい、やべえと思った。このスタイルでずっとスタンバイをしてくれてたんで、ね、これで正月元旦は初日の出ライブっていうのを行ってきて、はい、この格好で冬なのに朝7時から ね、 そう、寒いね、びしりを出して、はい、びしり出して、ね、新聞載ったんですよねこれ。そう、載ってたね、はい、ったすごいですね、はい、ありがたいことに、はい、じゃあすいませんちょっとですね、そんなにお時間がどんだけ読んどいてね、ちょっと多分嬉しいでしょ、はい、ゆきちゃんいつかね芸をね、このぐらいできるでしょね、ゆきちゃんもこのぐらいはできるよね、全然来ないよね、ね、できるかもしれないけど、うん、やったらもう戻ってこれなくなっちゃうからいやいや簡単、行って戻ってくればいいだけじゃん。やっぱり私女優でね、女優だよね。あ、そうか、そうなんですね、一応うちは母本舗なんで、うん、そうですよね、はい、そうだね、ちょっとわはははってだけでもうネタが女優ってネタがギリギリの今日放送大丈夫だったかな、わははさんはね、いや本当尊敬してるんですけど、嬉しいでしょほら、こんなに久々に喜んでるじゃない、やっぱりなんか反応してるよね。もう今年は寺田由紀はやっぱり新しい世界にやっぱり踏み込むべきだと思うんですよね。いやいやいや、どこに連れ込もうとしてるんですか、うん、いやいや、いつもいる場所だよ、いつもいる場所か、やっぱいろんなことした方がね、うん、多分ね、はい、いいと、あ、ありがとうございます。ほら、次郎が言うからちょっとすごい嬉しそうだね、バカバカ進めますよあ、そうだね、はい、ということで、なんかこう近々お知らせとかあったらぜひ最後に、あ、もう私正直な話、うん、地下芸人と呼ばれる感じの方にも行ってて、なんていうんですかね、R1 グランプリとか M1 グランプリってあるじゃないですかね、はい、あれじゃなくて下1グランプリっていうので優勝したりしててですね正直な話ですね、あんまり放送でなんか言えるようなタイトルじゃないんでちょっと遠慮しておきますねタイトルなるほどね、はい、あ、じゃあ興味を持っていただけた方は、はい、なんて調べたら出てきますか、お祭り二郎さんとかでか、三つの明子っていう名前で、そう、光に、あ、後でレナに書いてもらうね、じゃあ情報ね、でまた途中で出てきてもらえばいいよね、そうですね、あとクノマンさんのフェイスブックとどっから持ってきたのその名前クノマンさんが繋がってるんで、わかりました、じゃあぜひですね興味持っていただいた方はですね、はい、情報を探してみてください、はい、ということで、はい、お祭り二郎さんでした、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、お酒だけもらうと、どうぞ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 、はい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 、これすごい心が喜んでる感じ、もう心から嬉しいよねゆきちゃん今、はい、曲いきますよ奥野さん、そうだったね、はい、そんなわけでいやね、ちょっと気持ちが上がったところでね、はいはい、そうですね、くのゆりのこの曲をお届けしたいと思います、はい、Kフロントプラスボリューム7の、主題歌です、ロストインエージャーの主題歌流星、集め繋いで
散る切なさ乗せてひらひら舞い踊る胸の奥の想い幾千流れ散る時代を超えて数えてもバースプレイスセレクションバースプレイスセレクションとはバースプレイスでプロの歌手を目指すアーティストと三丁目町内会が MC 力アップのためにおすすめイベントをご紹介するコーナーです。イエーイ盛り上げていきましょう、はいはい、今日のゲストは、はい、橘アルヒさんです。橘さんどうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速プロフィール文を紹介させていただきます、うんうん、アーティスト、女優、モデル、MC として活動中、うんうん、12歳より舞台に立ち始め芝居と歌、その後 S サイズモデルとしてファッションショー出演や、うん、原宿アルタエミュキャンかわいいにて MC を務めるなど幅広く活動中ということですね。はい、すごい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろ今日は、はい、私初対面で3人はライブで1回共演したことがあるんですけど、お会いしてます。ちょっとまだあんまり詳しくは知らないと思うんで、みんないろいろ聞いていきたいと思いますけれども、ぜひ教えてください。今はその歌の活動とお芝居、今一応、はい、歌とお芝居とたまにモデルとたまに MC をしてますね。歌とお芝居の方が中心なんですね、はい、うーん。バースプレイスに入る前は歌はやってたんですか？前ミュージカルが最初で私舞台に、ちょっとそれでちょっとちょっとなんですね。バースプレイスに入ったきっかけっていうのは何なんですか？きっかけは、はい、もうだいぶ前なんですけど、はい、何かのオーディションで、はい、まあ、行ったんですよ、はいはい、でその何かのオーディションで、はい、例の星さんに出会いまして、例の星さんジャニーさんみたいになってきました、はい、星さんと出会いました、ね、はい、でそのオーディションの後日にその星さんから電話がかかってきて、はいはい、あなたのお父さんはどこにいるのって言われました。お父さん、どうしてお父さんの話に？私まだ16歳とかで未成年、未成年、なるほど、はい、それでここにいますって言っても教えたら行きますって言われて、はいはい、家まで星さんが実は来まして、はい、それであなた歌を真面目にやる気はないって言われて、はい、言いまして、はい、その時はまだ迷ってたんですけど、はい、なんかもう、うん、なんていうか、はいと言わざるを得ないはいと言わざるを得ない、押されて、ね、それがでも始まりで、はい、でなんか そこで音楽と出会ったというか、出会ったっていう、でもそこが始まりですか。そうなんですね。それで今はその歌以外にもお芝居も MC とかもやられてらっしゃるじゃないですか。ちょこちょこやってます。なんだっけ、 MC を務めたイベントの名前もう一回言ってもらっていいかな。新宿アルタエミュキャンかわいいですね。エミュキャンかわいい、合ってますか？合ってます。これね、練習してました。これどういうイベントで？これはなんかモデルさんとアイドルさんの融合型イベントが、原宿カルチャーみたいなのを融合して、なんていうかこうファッションショーやったり、ダイブやったり、あとキャラクター、はい、スポンジボブとか、そういうのがやってきたり、なんかごちゃまずイベントでした。楽しそうなイベントだね。とにかく可愛いものが集まったり、集まったの、可愛い、もう若者がいっぱい集まるイベントですよね。可愛い、可愛い、若者側に可愛いよ、まだ頑張って。そのイベントどっちかっていうと出演者側かなって思うんですけど、出演しながら MC やってました。あ、すごい、MC やってたんだ、忙しい、うん、大活躍ですね、うん、じゃあその MC の仕事はちょこっとっていうふうにおっしゃってたんですけど、はい、MC ってどうですか？ MC、あ、でも私結構簡単にこなしちゃう感じ。決められたセリフとかなんか、はい、なんていうか決められたのがなくて、はい、全部最初から最後まで自分でやってくれて、すごい、すごい。だから逆に言うと覚えることもないし、はい、自由で、はい、結構
一番気楽なお仕事。あ、そうですか。すごい、ね、すごいね。すごいね。確かに台本ないとも何も喋れない。何喋ったらいいんだろうみたいな。そうそうそう。4人もいるよね。そうなんだよね。すごい。そのイベント見つつも自分で MC してくる。そうです、ね。すごいね。その時はじゃあ出演者としてモデルさんとして。もやったり歌も歌ったりしました。歌も横で歌ったんですね。はい、可愛 い, いもんね。ねもうそうなんだよ。可愛くて可愛くて似合いやね。そうそうそう。で一緒に並ぶとさちょっと下がった。こんな感じかな。後ろにいたい。ちょうどいいぐらい。ちょうどいいぐらい。S サイズモデルっていうのは、あ実は身長が145センチしかなくて。ミニモニだ。そう。ミニモニ。ミニモニ。知らないか。あるんだよね今なんか、うん、そのモデルさんって高身長じゃないとなれないとかって言うけど、うんうん、その一般の人もファッション参考にできるとか、うんうん、そういう S サイズモデルっていうジャンルがあるそうで、いやでもみんな憧れちゃうよ ね, ねじゃあ今着てるのも S サイズ、あ、S サイズなんだ。服のサイズの S サイズではないよね。あ、違うんですか。あ、違うの、あ違うの、モデルさんが S サイズっていう。あ、そうなんですかね。あれ、あれ本当なのかな。あれ、あれあれ S サイズってその S に限らずそのモデルさんとまではいかないけど、うん、そのまあ一般的な女の子が参考にできるようなサイズのモデルさんかなって思ってたんですけど、なるほど、きっとそうなんだと思います。なるほど、モデル界では S サイズみたいな感じかなって。そういう服を着るとか言われてないってね。増若翼ちゃんとかもそうだよね多分。うーん、かわいらしい。今普段その撮影会とか、はい、あとモデルさんの仕事もやってらっしゃって。そうですね、ちょこちょこやってます。ファンの方がいるじゃないですか、うんうんうん、その交流するイベントがあるっていう風に聞いたんですけど。そうです、今月17日に新年会を踏まえたオフ会、新年会オフ会イベントをやりまして、焼肉を、焼肉ですか。みんなで焼肉をしながら食べて遊ぼうというイベントを。楽しそう。めっちゃ、あ、そういうのはもう結構何回か今までもやってるんですか。やってますね、一番楽しい仕事です。でもこれファンの方もすごい喜ばれますよね。喜べそう。結構やっぱり決まった方が何度も来てくださって。そうですね、おなじみの、うん、あでもおなじみのメンバーもいるけれど、はい、なんか毎回違う人がでも、初めてですね、変わります、ね、すごい。それはもう同じテーブルでご飯を食べて、そうです、ね、おしゃべりしてっていう。最高。ちなみにメニューは、ね、メニュー、メニューは何を頼んでもいいですか。何を頼んでも多分、多分、多分、多分行こうとしてる。行こうとしてるね。上ロースとか食べれるもの。焼肉以外にどんなイベント今まで。今までスイーツパラダイス。あ、いいな、かわいい、うん、あとはただお散歩するやイベントとか。お散歩、その辺をただ一緒にお散歩して、あ、そうなんだ、いつでも写真撮っていいよみたいな。わー、撮り放題か。なんかデートしてるみたいだ ね、うん、恥ずかしいね。なんでめっちゃ叩かれた。わー、浅草とかなんかとにかくブラブラしてますね。あー、ファンの人すごい、ね、幸せだな、うん、こりゃこれもなんか今月の今月の17日に、はい、そうです。いやーすごいね、それ、うん、深い。今日もね、あの会場にファンの方いらしてて、うんうんうん、まだお渡ししないんですよ、プレゼントを預かってます。そうなんです、お預かりしてますので。はい、そうなんですか。後ほどお渡しさせていただきます、はい、きちんと。で今歌の活動はどういう形で、はい、うん、どれぐらいのペースで活動してるとか。歌の活動はですね、はい、アーティストライブと、うん、あとたまにアイドル系を交えて、はい、多分同じ感じですかね。同じ感じ。アイドル、なんか、うん、アイドルではないんだけど、なんかそういう、うん、なんて言うんでしょう、そういう、うん、あの感じ。わかわかります、わかります、わかります。例えばのチェキを取ったりとか。そうです、そう。なんか私たちチェキやってなかったんですけど、先始めてチェキを始めたきっかけっていうのが立花さんなんですよね。そうそうそう、嬉しい。一回あの私いなかったんですけど、3人が、はい、あのライブ、ソロでソロでライブやった時に共演させていただいて、そのライブ終わりにチェキをやられてる姿を見て、そう、ちょっと食いついちゃったんですね。そう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 。チェキについていろいろ聞きたいんですけども、多分、うん、チェキだと思います。チェキなんですね。チェキ、チェキじゃないんですね。チェキ、チェキなんで、そこからまず、そこからじゃあまず教えていただいて。字面でしか見たことないから。字面、チェキなのか、チェキなのか。チェキなんですね。多分そうだと思う。あ、チェキ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 ですね。チェキ取ろうみたいな感じですかね。チェキ、チェキ頑張ろうね。じゃあ、みんなでチェキについて聞きたいと思います。よかった、これ、また次ライブ行ったら。そうだね。恥ずかしい思い出。チェキやってますって言っちゃってたんだよね。どこの田舎もじゃみたいな。言ってた。チェキです。チェキ。
チェキやってます。そこからやって言わなきゃ。チェキ、チェキ、ありがとうございます。お客さんがどう、それどういう撮り方をしたら喜んでもらってまた撮りたいと、なんか撮る時のコツとか。いや、私もそんなチェキ業界詳しくないんですけど、なんか ポーズの撮り方とか、はい、教えてください。ポーズは、はい、まあ、可愛く映るコツとかありますか。全然、なんていうか、よく見る可愛いアイドルさんはそのうさぎさんとか、はい、ハートとかするんですけど、なんかハートとか、そうですそうです。あんまりそういうのはやらない。私はやらないですね、ちょっと恥ずかしいですね。あ、そうなんだ。なので、もう自由だと思います。自由に、何してても可愛いからね、喜んじゃいますもんね、皆さん。こうやって撮ってる時ありますよね。あー、自撮りの、チェキの自撮り、チェキ難しそうですね。あれよく入りますよね。いや、あれはよく顔を切って、こう、なんて言うんでしょう、よく失敗してで、やっとのあれです。あ、そうなんですか。いや、もうプロだと思ってたので、全然ね、本当あれどこめがければいいかで、そうそうそう、未だにどこ見ていいのかな。とりあえず運任せでこの辺だってやってます。運で、あ、すごい。感覚をまず掴んでね。そうそう、難しいんだ。そうなんだ。落書きについても聞きたいんですけども、落書きどうしても時間かかっちゃって無言になっちゃうんですよ。もうカニ食べてんのかって勢いで、カニね、カニね、カニね、カニになっちゃうんですよ。チェキって1枚どれぐらい書くのに時間かけますか？いや、私も最初はもうめちゃくちゃ時間かかってて、すごい待たせちゃってるじゃないですか、はい、なんか申し訳ないなっていう思いがあるので、もう、はい、まずどうやって書くかの前に、私は高速で書く練習をします。あー、やっぱ練習、あ、練習しよう、練習しよう、練習しよう。高速で短い時間ででも賑やかな感じに仕上げられるように。なんかもう字が汚くなるのを諦めて、お話ししながら書く、うん、あ、見ないで書いて、もうそっちの方に、ね、はみ出して机に書いてる。よく机に書いちゃう。よく机に書いちゃう。本当に書いちゃう。本当だった。いや、まあ次んだ、そう、私たちと立花さんが共演する、はい、そうなんですよ、をご一緒させていただくのが、はい、うんうん、告知をお願いします。お願いします。でれん、じゃじゃん、じゃじゃん、1月20日水曜日第6回三丁目町内会、はい、です、場所が代官山の窓で、はい、集合19時ということで、うんうん、一緒にやらせていただくんですけど、うん、はい、ゲストで出演していただけるということで、チェキ私たちもやるのか。あ、やる、チェキだっけ、チェキ、あ、チェキ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 やりましょうか、やりましょうか、やりますか、やりますか、やりましょうか。もしかしたらチェキの共演ができるかもしれない。おー、すごい、そうですね、それだけ一緒に撮らせていただいたりとか、いいですか、いいですか、いいですか、もちろん、ありがとうございます。おっしゃ、皆さん来てください。最高バージョンのプランを作りたいね。そうですね、作りたい。ぜひぜひ遊びに来てください、皆さん。この日はもうこの日の練習とかってされてますか？この日、はい、どんな曲歌いましょう。私、曲選びをずっとしてます、この日に関して。どんな曲練ってるんですね。どうしましょう。ツイッターでリクエストとか募集したらいいんじゃないですか。うんうんうん、あ、それいいですね。ファンの方が、そうします。あ、何が聞けるかまだわからない。わ、ね、からないんだね。皆さん、どしどしリクエストしてください。私たちもチェキ、ちゃんとチェキを、チェキを、チェキをね、高速で書けるように練習しておきます。書きたいって思ってもらえるようなチェキはね、そうですね、本当だよ。したいと思います。したいと思います。はい、楽しい会にしましょう。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。というわけで、また詳しい情報とかもブログなどで告知してね。立花さんも告知とか全部ブログ、ツイッターですか？あ、何か持たれている。おラジオ日本エアリズミックライブ、すごい、明日と16日と24日に全部お昼あります。おー、すごい。あとは22日のこのライブ、はい、その他全部はツイッターなど橘アリヒで検索したらきっと出るので、はい、見てください。橘アリヒで検索してください、はい、検索ですよ。では、以上になります。はい、はい、以上バースプレイスセレクションでした。本日のゲストは橘アリヒさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは曲を聴いてください、うん、三丁目町内会で全て乗せたボール。
三丁目町内かすべて乗せたボール聞いていただいております。はい、はい、うんうん、軽快な、お話のね流れからね、うんうん、裏でこの待ってる間美味しい日本酒を飲んでたらだいぶ回ってる感じになってますけれどもそれはちょっと さじ加減でどうにかしてくださいよ。いや今普通のちょっとしか舐めてないですよほら弱いんで、いつもすいません。いやでも本当にちょっとなんか雰囲気変わっちゃいましたね。いいでしょ、いい感じ。いやまあいい感じですけど、うん、ちょっとエロくなったかな。やっぱり、あ、それちょっとなんかお酒飲んで。ありがとうございます、毎日飲まさせていただきます。色気が欲しいの。うん、欲しい欲しい欲しい、うん、今年頑張るよ。じゃあそういう感じでいきましょう。はい、はいはい、ということで続いてのコーナー行きたいと思います。はい、寺田由紀のこの指止まれ。イエイ。さあ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 、どんなお悩みが来てますか。はい、はいはい、ということでですね、うん、なんとなんと2通ものお悩みがありました。ありがとうございます。これあれですよね、何もうね2年間もこのはいコーナーを続けてるわけですよ。うん、そうだね。そろそろ私解決し尽くしたんじゃない。いやまださ解決したよっていうお返事もらってないんだよね、なんつうか。まあね、だから悩みがあまりにも深すぎてもう一回同じこと言えないなとかっていう人もいると思うんだよ、うん、だからほらなんかもう一度もう一回解決してほしいっていう人もお便りお待ちしてますよって、ね、ダメ？なるほどね、うん、いやいいですよ、してあげようよ。そうですね、じゃあまあ2通いただいているので、はいはい、お便り紹介していきたいと思います。はい、お願いします、はい、モンキーマジックさんからいただきました。はい、久野さん、寺田さん、こんにちは。こんにちは。ツイッターをスクロールしていると寺田さんのメッセージお願いします、切実にツイートが何度も勝手に戻されてしまいます。これは寺田さんの執念でしょうか、怖いです、助けてくださいと。はい、はい、執念です。そうですね、その通りでございます。その通りでございます。あれ細工してんでしょ実はさ、ツイッターの方、その裏のスタッフの人とつながりがあってさ、してないよ。もう絶対寺田由紀が頭にくるようにこうなってんだよね。してない、してない。本当？いやもうそれはしてないですよ。あ、そう。細工はしてないけど、はい、まあきっと執念ですよ。この話の流れからも分かっていただけると思いますけど。いつから魔法使えるようになったんだろうね。念じてるよね。もう魔法っていうより魔力みたいな、うん。すいませんもう、ね、魔力みたいなノリですけどね。さすがね、年季入ってますからね。年季っていうの、あ、違うか、あ、経験値が上がってますからね。まあね、うん、私あれなんですよ、12月で、はい、芸歴がですね、うん、まるっと11年になりまして、芸人歴がまるっと11年、そうそうそう、はい、12年目になりました。12年目おめでとう。ありがとうございます。長くなってきたね。すごいね。久野さん何年目なんですか今。私、5歳ぐらいからやってるから、その5歳いつ20歳ぐらい。そうそうそう、永遠の19歳だっけ私あれその設定も忘れちゃってるもん。17歳ね、永遠の17歳、ね、私17歳、え、17歳だっけ。永遠の、ってみんな 裏のスタッフ2人がポカーンってしてたよ。17歳だったっけ。ほら自分で覚えてないの。安倍友が29歳なのはそのままだけど、そうそうそう、安倍友さんは永遠の29歳です。うん、そしたらプロデューサーに怒られてた。あ、本当ですか、うん、なんではっきり言わないんだって言われてたいいじゃん29歳でね、言っていいんですかっていう会話をなんかしてた。やってました、うん、で私のはなんか誰も支持してくれなかったけど、だから17歳です。はい、忘れてた。忘れてたそんなわけでね、まあ、じゃあ、はい、執念で勝ち取った1枚、またね、そう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 、いつこの執念で勝ち取った1枚読めますね。はい、はい、ラジオネームサルモンキーさんからいただきました。サルモンキーさん、サル年ですからね。そうだね、今年ウキキキキだね。はい、久野さん、寺田さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。新年早々重い悩みもなんですので、さらっといきたいと思います。最近、うん、ちょっとした新しいことや今まで敬遠していたことに挑戦することが楽しくてたまりません。考えるのとやるのとは大違いで、そこにトラブルも発生したりするのですが、はい、やり遂げた時の達成感が、やればできるやん感がたまらないのです、はい、そこでもっと大きなことに挑戦したいと思うのですが、そうなると体力的なこと、うん、年齢的なこと、はい、時間的なことを考えてしまい、やり始めることを躊躇してしまいます。 なるほど。なのでそんな自分の背中を押してもらいたくて、メッセージを送らせていただきましたと。はい、あ、いいね、いいじゃないですか。すごく悩んでるけど前向きな悩みですね。これ今回めちゃくちゃもう
なんだろう、模範解答みたいなメールでしたね。いいですね。え、うん、じゃあどうしてどういうふうに、うん、やっぱりゆきちゃんの場合は、はい、今まで、はい、まあ今日も新しいね、あの、うん、出会いのこれからやらなきゃいけない課題も見えたとこだし、違うから、だからほらもう何そう言った瞬間にズラを準備しちゃったから違います いい感じ、呼ばれたと思ってほらズラ準備しちゃったから違うんです、ダメです。あった、いやだってやっぱりさ、このね、はいはい、今日さらっとってお便りくれたけれども、はい、やっぱりこうちょっと躊躇してしまう時に、うん、ゆきちゃんの場合は、うん、躊躇しないじゃない。いやちょっと待って、これ答えにくくなったな。いやだってさっき今模範解答ですよね、今前向きな気持ちで、はいはいはい、ゆきちゃんに背中が押してほしいわけですよ、はいはいはい、だからやっぱりさ、うん、ゆきちゃんが模範的なさ、はい、あの動きを示さないとさ、はい、やっぱりいけないんじゃないかな。はこの流れいい感じいやあのね、いやどうした、あのそうだと思いますよ、うん、今まで多分無茶、じゃあ人生の中でね、あ、はいはいはい、この12年目を迎えてですよ、はいはいはい、あの一番すごい無茶ぶりだったけれども、はい、私ちゃんと答えたっていうお仕事は何ですか。いきなり言われてもな、だからそのね、デビューの時だって、そのデビューする時ってオーディション受けたりとかした時ね、はい、成功例とか出てた頃、はい、あの頃だってね、まだ子供なわけでしょ。まあまあそうです ね大人びた気持ちでいても、今とは違くて違初めてのことでね、あの輝く芸能界、大変な芸能界をこう知る一歩じゃない、うん、あの時は何をやるのも怖くなかった。怖くなかった、逆に。じゃあある時怖くなった時はどんなことだったっていうことが知りたいな。怖くなった時、そうこれやってって言われた時にやれるかなって思って、そう躊躇したことあるの。あんまりないかもしれない。ほらない、すごいゆきちゃん、なんかこういうのとかできそうだよ、ね、だからほらそう言った瞬間に目が合うんですよいや呼ばいつ呼ばれる、ほら、ほらああいうのが簡単、あれだって書いてないもんね。もんだからああいうのができると背中を押せるんじゃないかな。いや違うんですよ、それ貸してくれる。いや違うじゃん、いや来なくていい、来なくていい、来たジロ来た、ジロちょっとあの、あすいません、ちょっと、あーこれいいと思う、私ができるよ、ほら涙出てきちゃった、ほら普通でしょね、これいやちょっと待って、いや背中は押すよ、この方の背中は押す、うん、シャルモンキーさんの背中は押すけど、うん、私がこっちの道に旅立つのと、いや旅立たなくていいって、こっちの道だから、ただちょっとあのこうなんか目の前でしっかりとトークじゃなくて、うんうん、ね、あのこういうこともできるよっていうのが見せられると、やっぱ新たな12年のさ、これからもう開けるんじゃない、お仕事の場所が。ちょっと待ってありがとうございます、本当に心温かいお客様で本当嬉しい。あれちょっと待って、うん、これ私が、あもうすごい、うん、あもうすごい、うん、じゃあ BG お願いします。かわいいよ。お祭りゆき、お祭りジロ、あれお祭りゆきちゃん、お祭りゆきちゃん、ちょっとだけ、何すればいい、何すればいいのよ、なんだよ、抜いてください、なんだよやったところでオチが見えねえんだよ、やったところでオチが見えねえんだよ。どうでしょうか皆さん、なんだよありがとうございます、かわいいじゃんゆきちゃん私は素晴らしいと思います、この芸人魂が今までの人生を培ってきたと思うんですけれども、サルモンキーさん、あかわいいじゃん、違うかわいいじゃんじゃなくて、ジローさんすいません、ありがとうございます、丁寧なひげ、あの本当にほら、はい、もう多分もうすごい背中押されたと思うよ、あの、うん、多分この人真面目な回答欲しかったと思うんだ、あそっか、
じゃあちょっと真面目な回答もしてみようか。いや違うじゃん。いやなちゃちゃ。だからやっぱいらなかったんじゃないですか。いやいやそんなことない。もうだって今会場のほら今日2回目の波来たもんね今。すごいもうどれだけみんながさお酒入ってなくてもテンション上がったかっていう今、ね、でもゆきちゃんも思ったでしょ今。まあまあ波は来ましたよ、うんね、これねあのこう上まで頂上まで登った瞬間に無国家がなかったっていうだけでしょ、ね、ちょっと今崖から落ちたパターンね。いやもう私、まあ、まあ本当こういうとこがねゆきちゃんの好きなとこだよね本当にね。いいの。あえ怖いわ。やっぱ関西の地ってすごいね。あれですね、 今年も久野さんは怖いね。そう、うん、えでも私のような、うん、ねこう無茶ぶりなんて、はい、今までのゆきちゃんのこう芸人のさ芸人じゃなくて芸歴の中でね大したことないでしょ。だってだってこなせてるじゃん全部私が言ったこと。まあまあまあね。でしょ、うん、っていうことはやっぱりこのほらこの人が思うところのさ例えば年齢的なこととかね、はい、時間的なこととか、うん、体力的なこととかをね考えずにどう突っ走っていけばいいかやっぱりゆきちゃんの方法を聞きたい。あやっぱ真面目な回答するんだね。そうここからね、うん、あ結果真面目な回答ね。そういやでもあれですよでやればできるやん感がたまらないって書いてるので、はい、大丈夫ですきっと。もっと大きなことをしたら、うん、もっと大きな失敗が返ってくるんだけど、うん、でも返ってくんだ。いや返ってきます。そら返ってきますよ、うん、そらそうだよ。そらだってもっと最初に成功するってことはないんだな。だからもっとでかいことやったら、うん、そらもっと大きな失敗が返ってくるんだけど、はい、でも、うん、やればできる感はもっと大きいから。なるほど。それはやれた時、何回ダメなやつがこう来るのかな。あれいやそんなん分かんないです。一発目で成功するかもしれないし、じゃあ今まで何回もトライしてすごい時間がかかったけど成功感になったものって何。でもあれですよ今フリーになって、うん、もういろんなあの手この手で自分はいけないかと思っていろいろアプローチしてるけど、はい、まだ成功してる感ってないんですよ。なるほど。それでもアプローチをし続けてるんです私は、はい、うん、だからいい例だと思いますよ。そうだよね。そりゃそうだよね。いろんな失敗今登ってるとこだよね。そうだってこれだって成功なのか失敗なのかいや成功だよ。そう分からないけど、だってこれお祭り二郎さんのさ、はい、フェイス借りたわけでしょ。そうです。初めてかな。初めてだ。ほら ありがとうございます。ほらすごいよこれでも弟子入り確定だよね。えいやもうだってねほらこうね。そうですよ。これすごいいいマスクだよねこれね。いやだから、うん、大丈夫です。体力的なこととか年齢的なこととか、はい、考えててももうしょうがないです。だってもうその年齢だしその体力しかないんだもん。そうだよね。しょうがない。だって私が今ね、うん、はい、じゃああれですよ今高校サッカーとかやってるけど、うんうん、高校サッカーのマネージャーとかやってる子たち可愛いじゃないですか。はい可愛いね。でね、うん、こう売れていくのの登竜門的なのになってるじゃないですか、はいはい、うん、私がいくら願おうとそこにはいけないわけですもう、まあ、年齢的にもね。年齢的に、はい、じゃあもうしょうがないと、うん、じゃあできることやろってなるわけじゃないですか、うん、何やんの。いやこういうのとかねそうさすがもう違うゆきちゃん。もう今のでもうワンランク上がったよ。そうだよなるわけですよ、うん、はい。だからそれでもちょっと頑張ろう。一緒に頑張ろう。頑張ろうよね。頑張ろう。じゃあさ今年はさ何か大きなもう山はなんかこう、はいはいはい、なんかあるんでしょ目指してるものが。ゆきちゃん的には目指してるもの、うん、あまあそうですね、うん、それにはこう今足もうかけてる感じ。いやまだかけれてないですね。おその足をかけてさらにこうグッと登ろうって今は思ってます。来たよニヤニヤしてるけど、はい、それはじゃあなんか今密かに願ってることだね、はい、そうです。水面下で動いている。出た水面下いっぱいあるからねあそこも腹黒くて。あ違ったっけ。あ違うごめんごめん。違うよ、ね、もうすぐそっち行くから。あそうかもう最近そのなんかこういう顔が一番可愛く見えてきちゃっていいんですいいんです、うん、だからだ、ね、ぜひ一緒に頑張りましょう。はい頑張ろうか。私もなんかそういう、うん、そういうですね抜け出せないところで、はい、もがいて頑張ってるんでぜひ一緒に頑張りましょう。よしきっと大丈夫です。大きな失敗返ってきても絶対大きな成功が待ってます。絶対頑張りましょう。今魔法かかったよね、はい、今ねかけた魔力 でよしじゃあ魔力かけよっか。かけましょう。よし、はい、この流れで歌うのか可愛い可愛い曲歌うよ。
もっとなんか派手な曲を選んどけばよかったですね今日。いや素晴らしいよ。はい、ということでですね、サルモンキーさんもですねなんか頑張ろうとしてるみたいなんで、応援ソングを歌ってですね一歩前へ踏み出していただきたいなと思っております。ではまだまだ冬ですね、ねくのさんまだまだ冬なのでこの曲をお届けしたいと思います。キロロさんの冬の歌。こんな遠い街にも夢を与えてくれる白い粉雪が降って心に届くよウィンターソング太い息をかけるだけで消えそうに揺れる明かり空に輝く星たちよりもたくましく生きてる。どんなに離れていてもあなたがそばにいてくれる。同じ夜でも信じることで優しい風が吹いてる。広い空に向かって両手高く広げ心に届くよウィンターソング。忘れかけていた夢を心の中に描いたあなたの声が聞きたく瞳を閉じてみる。かすかに聞こえてくるよ銀世界のオルゴール。まつげに止まった一つ音符が響いている。こんな遠い街にも夢を与えてくれる白い粉雪が降って心に届くよウィンターソを与えてくれ
お悩み解決していきたいと思いますので、はい、またですね次回の放送に向けてぜひ皆さんメッセージください、はい、こちらの下のアドレスですね cws@senjucross.com こちらのアドレスにですね、うん、はい、くのよりと寺田駅の千住にちょっと寄ってく、はい、なんか宛てとか書いていただいてですね、そうですね、あのぜひ、はい、私に解決してもらいたいと思うお悩みを送ってください、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、はい、というわけで、はいはい、少しだけじゃあ曲を聴いていただきましょう、はい、私の曲ですかね、はい、はい、寺田駅がですね去年出した、はい、ミニアルバムがありまして、それの中に収録されている曲です、聴いてください、寺田駅でせーのでジャンプ、ということで寺田由紀のせーのでジャンプ聞いていただきました、はい、はいはい、というわけで、はい、最後のコーナーいきますか、はい、はい、最後のコーナーこちらです、千住に集まれアーティスト諸君、はい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 、というわけで本日ね、はい、新年初のゲストは、はいはい、フラメンコカンターオールの石塚貴光さんです、どうぞ、どうもどうぞどうぞ、なんかあれですね、この番組史上あの一番渋いゲストじゃないですか渋いってあの、はい、あれよね、やっぱりあの触れたことない音楽ってことよね、うん、
と、うん、この雰囲気がすごくこの番組史上最渋い出たなと渋い、ちょっと平均年齢上げちゃったっていう、いや、じゃあそうそうそう、いや、そんなそういうことじゃないですよ。はい、一応簡単に、はい、ご紹介させてもらいたいんですけど、なんか、はい、ですね、プロフィールというか、まずフラメンコカンタオールっていう、はい、そのアーティスト的の、はい、そこが多分皆さんわからない人が多いと思うので、はい、僕はフラメンコカンタオールってフラメンコ歌手のことで、はい、そうですね、いわゆるあれじゃないですか、フラメンコの踊りのパンパンってやつですね、さっきやってたパンパンで、あれ、あ、そう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 、その、サポートというかバックで熱唱している人いるじゃないですか、はい、歌ってわーっと、うーん、まあ、まさにその人ですね、その役だと、はい、っていう感じなんだけど、わかんないでしょ、はい、そうですね、イメージはなんとなくは、うん、あ、歌ってる方いるなっていう、できっとなんかこう激しい感じの音楽なんだろうなっていう、テンションが上がるような、はい、そういうイメージはわかります、はい、多分ご覧になってる皆さんも、うん、はてって思ってると思うから、ね、石塚さんのちょっと歌声をこんな感じ、初めにね、そうそうそう、こんな感じ、え、それあり、プロフィール代わりに、そうそう、ギター持ってきてくれたし、これこれぜひ、あ、弾いてくれる、はい、え、弾いてくれる、やった、あ、じゃあアンナハレオっていうの、アンナハレオ、アンナハレオ、じゃあワンコーラスだけ、はい、やっぱり、はい、ちょっとこのちょっとどう、分かった、大丈夫です、分かった今、なんつうか、あんな、はい、あんな俺をあんな俺をって言ってましたね、これスペイン語でなんて言ってるの、あんな晴れを、さ、まあ、さあ戦いに行こう、あ、そうな、あ、いいじゃん、新年からみんなほらなんか高みに向かって臨んでいく、そういう歌なんだ、なんかもう声の響いてる感じがすごかったですね、はい、もうすごかったですね、すごかったです、久野さんとの出会いはどういう感じなんですか、この時点でもうちょっと笑っちゃうんだけど以前に番組でご紹介したことがある、はい、イタリアから来た友人の藤枝さん覚えてます、はいはい、と同じく、はい、まあオペラとかを一緒に学んでた語学友なんですよ、なるほど、私たち学生仲間ですね、うん、学生の時のトニーそれはいい、いいよね、いろいろ、じゃあ本当にいや、ちょっと今こうスペイン語で歌ってますけど、私が出会った頃は一緒にイタリア語を一生懸命勉強してました、ドイツ語も勉強してましたよね、はい、でね、何、バリトン歌手、バリトンでした、バリトン歌手っていうね、ジャンルで言うと、はいはい、本当にオペラを歌ったりとかしてて、うんうん、で、ある時から急に行方不明になって石塚くんがいなくなった石塚くんがいなくなった大変だ、そう、そしたらね、何年もスペインに行ってたの、学校が終わってからね、そうで、一応ね、学校から終わってから、ね、はいはいはい、学校ちゃんとだって6年間行ったもんね、なんです
きっちりと本当にクラシックの道が開かれているあのとこで進んでいて、うん、まあ、ナンバーワンのバリトン歌手だったわけですよ、学生の頃に。すごい。それが卒業した瞬間にそっちの道に行かず消えてしまったと。で気づいたらスペインに6年間も。そう、気づいたら8年ぐらい。そうそう、もうなんか帰ってきた時はあの日本人か分かんないぐらいの感じで、いやいや久々に会ったらもうあのこういう歌を歌ってて、うん、で聞くところによると向こうでその日本人初賞を取ったっていう。いやいや、とんでもないです。あの 歌のそういうあのコンテストとかでもあの向こうですごい活躍してて、すごい、うん、そうで、最近はもうだいぶ日本に戻ってきてから日本でこの、まあ、カンタオールっていうね、まあ、職業というかあのアーティストで活動してる人って本当ごく一部の人なので、うん、どちらかというとダンスの方がフラメンコっていうダンスの方が多分日本人はすごく人気で、お姉様方がたくさんやられてると思うんだけども、まず歌い手とかその音楽を奏でる人ってのはそんなにあの多くないから、やっぱりこういうジャンルも広めていきたいっていうのと、なんかこういろいろいろんな音楽と融合して活動してるんだよね今ね、うん、なんでだから私も最初戻ってきた時に、その曲どういう歌を歌ってるかわからないから見に行った時にやっぱりカバー曲1曲やってて、うん、時アンジー、あ、そうだね、そ そうアンジーってわかる、アンジー、アンジーね、うん、アンジーってちょっとローリングストーンの、うん、はあ、グループ知ってますか、うん、ローリングストーンズはいますね、いますよそう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 、わかるよね、ビートルズとかさ、ドニブンしたさロックのね、はい、の曲をね、そうそうそうなんだよね、あのその曲をね、その本当にそのそうそうアレンジしてあの歌ったりとかしてて、でそういうのを見て少しずつこう音楽のそんななんか知らない人でもこう耳心地のいいノリはすごくいいから、うんうんうん、踊りたくなるような音楽じゃない、でそこにいろんなジャズテイストを入れたりとかポップス入れたりとかしながら今活動してるっていうところで、そもそもなんでこう、うん、学生が終わったと同時にスペインに行ったんですか。同時進行して、うん、同時進行なんですか。学生の時にも、はい、フラメンコ大好きだったから、うん、ギターを弾いたりとか、うん、あと、まあ、歌い始めて、ね、カンテを歌い始めていたんですよ、うん、はい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 、それで、はいはい、まあ、なんで笑ってるんですかちゃんと声楽やりつつ、うん、はいはいはい、ちょっとこれね、知らななんとなく知ってたけど、うん、本当にね、学校入った入学した時からなぜか歌科なのにずっとギター持ってきてたの。あ、学校ね、ギターを持ってきてて、でそのうちの学校の尚美銀座っていうなんか通りがあるんだけど、うん、そこのベンチでいつもギターを弾いてて、あ、かっこいいじゃないですか。そう、それであれって思ってたんだけど、うん、まあ、歌の勉強してるわけじゃない、うん、でもそのうちやっぱずっとギター持って来る姿を見てるじゃない、うん、であんまりこうその私たちと交流がない頃には、うん、多分その違う、サークルの人たちとこういう活動を始めてたみたくて、うん、そうで気づいたら、うん、もう卒業したと同時にそうスペインがないと分かんないと思って、あ、そうなんですね。だから喋りも向こうに行って覚えたの。向こうに行ってからですね、まあそうですね、一応勉強してしてたんだよ。あ、そうなんだ。だけどでもやっぱり現地のあのね、現地でやっぱり生活した方が早かったとか、そうだよね、うん、向こうでも学校とか通ったんですか。語学学校だったり。語学学校は行きましたけど、ね、あ、行ったんですね。ちょこっと。へえ。行きましたよ。わかんないもんね、スペイン語ね。全然わかんないです、スペイン語。オラとか、うん、ね、オラオレヨオレヤあれヨオラなんだっけ、オラオラ、あ、いいや。何、どうした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 、あのリーガエスパニョーラってあるなと思っただけ。あ、そうね、サッカーね、あるある、あ、そういうのね、そうそう、スペインリーグのことを思い出したんですけど、レアルマドリーとかそう、レアルマドリード、そうね、そうね、あ、そういうのも生で見たの。いや、生で俺はね、見てないんですけど、うん、もうだって音楽ざまえだったんでしょ。すごい、もう喧嘩ですからね、あっちは。そうですね、でバルサーとマドリ、うん、レアルマドリーの試合なんて言ったら、うん、もうね、ファン同士がもう大変ですから。あ、そうなんだ。もうバルセロナのナンバーの車で、うんうん、そのね、何、あ、マドリード行っちゃいけないんだ。そう、あっち行ったらもう何されるかわかんない。へえ。まあでもとか、ね、なんかスペインで言うとさ、闘牛とかイメージがあるからさ。闘牛ありますね。なんかその、うん、そのやってないんでしょ。
それは見に、あ、見にはね、一回行ったけどね、うん、僕はちょっとあんまりあの苦手で、こう、まあでも、うん、そうだね、こう音楽のさ、うん、あのなんていうかな、音楽の内容がわからないじゃない、まだまずまずあんまり聞き慣れてないから、うん、だから例えばあのフラメンコのこの音楽って基本的に歌がなきゃダメなんでしょ、うん、でもやっぱり歌がね、あのそのなんだろう、あのフラメンコの中で、うん、何かってやっぱ歌なんで、うん、そう、歌から歌からあってダンスってこと、まあギターがあったりとか、うん、あの踊りがあったりとか、うんうん、そうですね、情熱的なイメージはあるけど、これなんかこうありますね、まあ、ね、常にこうなんか男女のこうなんていうのかな、出会いのイメージがあるんだけど、そういうものでもないの、そうだね、まあ本当そのジプシーの、うん、元はね、ジプシーたちがなんだろう、あの作り上げた芸能なん で、うん、で彼らのなんだろう、その苦しみとか、うん、その叫びとか、うん、そういうのを表した歌なんですよね、うん、だからなんだろう、彼女を持ってとか、うんうん、彼女なんだろう、うん、まあ、恋の歌とかね、うんうんうん、愛の歌とかあるけど、でも割と一方的に発信するなんだろう、神様に向かって歌うみたいな、うん、あ、そうなんだ、そういうようなイメージが、まあ、ソウルミュージックですよ ね、うん、だからね、そういう、じゃあ基本的にはこうカバーしていくものなの、それとも音楽でもみんなこう新しく作っていくもの、そう、同時進行できると思うんだけど、うん、まあ、伝統芸能なので、うんうん、なんか昔からあるトラディショナルなものを、うんうん、今の若い人たちもちゃんと、はい、ね、引き継いで受け継いで歌い、うんうん、で、まあ、新しくそれだけじゃ何だろう、我慢できない人たちは、うん、新しいね、そのリズムに乗っけて歌ったりとか、うん、別の形にどん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 洗練されて、そのなんかどういう音楽がこのフラメンコ音楽なんですか、どういう音楽、パッとイメージするんだったらジプシーキングスですね、フラメンコの分かんないでしょ、鬼兵だからね、分かりにくいよね、今みんなポカーンってしてるんで半分以上がねいや、なんか例えばあるじゃないですか、うん、沖縄音楽だったらこの音階を使っているとか、うんうんうん、そういう決まりがあるのかな、フラメンコ2の戦法っていうのがあって、はいはい、いいね、いいね、いいでしょ、いいね、っていうのを、ね、マイナーなんだね、そうだね、マイナーと、まあそうだね、マイナーと、あー、オレイオレイだ、オレイってね、あれうるさい、これ、あ、この音階で作ってると大体フラメンコ音楽、まあちょっと言いたくなるよね、なります、なります、うん、ライブ一回こうちゃんと大きいライブを見に行ったことがあるんだけど、はいはい、その時も、うん、やっぱりこうフルバンドでやるから、うんうんうん、結構なこうノリになってきて、なんて言うんだろう、全員がね、最初はこうほら様子見ながらやってんだけど、そのうちこうなんかパフォーマンスが大きくなってくるわけだよ、そうするとこっちもやってる方もさ、どんどんやりたくなってくるから、こうなんかもうこう手拍子ね、あとこの間教わったパルマ、そうそう、こうリズムとかよく分かんなくてみんながこうやりだしたくなっちゃって、だからもうライブに行って知らない人でも確かに楽しい、乗らせてくれるし、このマイナートーンで始まるけどなんかこうえぐられる感じっていうか、その日本に来てはどういう感じで続けられてるんですか、オリジナルとかも作られてるんですか、自分のなんだ活動としてはソロ活動を最近、はい、していて、はいはい、そうですね、音楽、うん、なんだろうな、そのフラメンコそのトラディショナルなものと僕のオリジナルだったりとか、うん、またそのフラメンコのトラディショナルなものを、うん、何をしたいんですか、このさ、いじれなかったトラディショナルなものを日本語に変換して歌ってたりとか、はい、なるほどね、まあ、分かりやすく伝えられればなと思っていて、アルバムも今までに2枚出してるんですけどね、はい、はい、そうだ、そう、なんか最初に出した時、ギターとボーカルだけ、あ、そうそう、ギタリストの沖仁君っていう、うんうん、いるんですけど、その彼と2人であったよね、そう、アルバムを2枚一応作ってますね、うん、でその後に、うん、自分のソロ、はい、アルバムを2枚出してて、うんうんうん、でディキア、それはフル、それバンド、バンド、そう、バンド編成、ね、そう、で今度1月の18日に、はい、リリースされるのがカバーアルバム、僕の初のカバーアルバムなんですけど、レベルソっていう、レベルソ、はい、これどういう意味なの、これはね、裏面とか半回転とか、表面があったら裏面みたいな、リバースみたいな、そうですね、レベルソって意味で、そうですね、まさにその通り、どんな楽曲 の、 カバーしてるのかな、これはちょっとなんだろう、いろいろあるんですけど、はい、
中森明菜さんのミアモーレだ、うん、これは私知ってますよ。ミアモーレ、ミアモーレ知ってます。どんな感じ？ミアモーレそうね、そんな感じよね。今みんな笑ってるよ。緑が超笑ってた今。あのいやちょっと歌えって言われたらちょっと分かんなかったな、ね、いやでもすごいね。それとかあと、うん、日本歌曲のこの道とか。この道知ってるでしょ。この道、この道を通れ。この道も知らないよね。この道は全然わかんない。あとさっき話に出たローリングストーンズのアンジー、うん、アンジーね、かっこいいね。あとは愛の参加とか。愛の参加、エディットピアス。愛の参加、愛さんさん、はい、ビービービー。今のはまずったな。ビーだ、すごいね。もう本当に素晴らしいよね。若いとすごいよね。なんかね、いやでも絶対違うってことは分かってたんですけど、もう出てこなかった。いやでもすごいすごい、もうなんかジャンルがこうなんていうの、いろんなところ世界中駆け巡るみたいな、うん、面白いね。ラテンの名曲のドスガルデニアスっていう曲とかですね、いろいろ。一応基本的にはこのアルバムは僕の弾き語りをメインに、はい、そこにゲストを招いて、そうだね、豪華なゲストがね、はい、参加されてるんですよ、はい、もうトランペッターさんとか、はい、五十嵐一生さん、このね、このかなり有名な吉田聡さんとかね、はい、小山さん、そう、小山、あ、小山さん、津軽三味線コラボしてるってすごいですね。あと駒淵圭一郎さん、はい、ベースのね、バカ社の大木美源さんとかね、うんうんうん、そしてお姉様である静香真実ちゃん、そうそう、また素晴らしいピアノで、お姉さんも、はい、音楽されてるんですね。そうそう、音楽一家でね。音楽一家で、うん、で昔から聴いてるから、なんて言うんだろう、不思議じゃないんだけど、やっぱりこうどん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 ね、大きな世界で演奏されてるの見てると、やっぱりすごいな、ワイルドワイドなさ活動してて、と思ってね、ちょっと尊敬してる。本当なんで正面向いてる。いや一応今知ってる子たちに、なんでドヤ顔をしたんですか。今見 て今多分見てる、じゃ同級生たちがいっぱい見てるから。なるほどね、うん、そんなのもありつつ、はい、ね、なんかそのハイレゾ配信のちょっと少しだけ聞かせてもらえる。あ、ぜひぜひ。そのだから何の曲を、じゃあちょこっとその、うん、言ってたそのミアモーレ、ミアモーレ、あ、聞きたい。もう1分ぐらい、はい、じゃあちょっと1分ぐらい、じゃあお願いします。Mi amor, quiero que mi sueño te aso, quiero que mi sueño te aso, quiero que a mi persona sea lo que más adore. Mi amor, anata o探して伸ばした指先が踊りの渦に巻かれてく瞳に押されて、リオの街はカーニバル、銀の髪吹雪、黒い すごい、こんなんなっちゃうんだね。コッカッカントントンって走ったの、カホーンとか入る。カホーンって
そういうラテンの楽器でしょ。そう、楽器で、そう、あの南米の楽器なんですよね。カホンってあのカハっていうのが箱っていう意味で、カホンって大きい箱っていう意味で、ただこうやって座ってね、そういろんな音色が出るから、もう、あの、なんですか、パーカッションの、ね、ドラマーとかの人にはすごい愛される楽器で、なんかやっぱさ、こう乾いた感じのさ、あの ラテン調っていうの、まあすごく気持ちがさ軽くなるよね。なんていうの、重くならない。あ、そうですね。そう、中からこう結構えぐってくる音だけど、なんか弾む音がさ、ネチネチしてないからさ、全部爽やかに聞こえるんだよね。そうですね。踊りたくなる。そんなこのアルバムですか？はい。がもうすぐ発売。そう、18日に配信。これハイレゾ音源なんですけど、はいはい、なんですか、配信スタートして、はい、それのリリースライブっていうのが、こちらですね、はい、1月の26日に、はい、目黒のブルースアレーっていうライブハウスで、はい、やる予定です。で27日は仙台で、仙台のビルさんというところで、はい、次の日に仙台行くんですか？そうなんですよ。すごいね。このメンバーで行きます。あ、いい。これもまだチケット予約はあ、もう大丈夫だと思います。お店の方におそらく大丈夫です。はい、じゃあもうぜひぜひ聞いていただきたい。すごいですね。いや、これはなんかもうこれでお酒飲んだら超楽しそうですね。うん、いや、もうなるよ。ね、ビール飲みたいですもん。もう絶対に見てもらう。ほんとね、多分前も行った時すごい混んでたイメージがあるんだけど、ね、もう立ち見出ちゃってて、だから早めに、まあ、でも立ち見でも面白いから、うん、多分ブルースアレーって、こう飲み食べできるとこなので、うん、ね、はい、美味しくできるから、はい、結構いい感じでどんどんみんな飲んで騒いでって感じになるので、はい、楽しんでいただければ、はい、配信で、うん、こちらですね、18日からリリースされますし、はい、こちら1月26日にライブもございます。東京が26日、27日が仙台ですね、はい、ぜひ皆さん興味持たれた方はこちら行ってみてください。もう一つ、はい、近々で1月のもう12日、あさってね、あさっては本当にギターと、歌だけの、はい、ライブもあるそうなので、こちらも、うん、もうやっぱ生で近くでこう面白いと思うので、よかったら、どこ、これ銀座のギャラリー有限ってことで、はい、銀座のギャラリー有限さんのとこでやっております。静かとか見つかんてライブで、はい、ぜひぜひ足を運んでください。はい、はい、というわけで、もうなんか時間が来ちゃったから、早々と、ね、本当ね、過ぎてしまって、すいません、ありがとうございます。はい、この後また生ライブありますので、会場のお客様はお楽しみください。はい、はい、ということで本日のゲストは石塚貴光さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、うん、新年一発目の放送も残すところ、はい、あと少しとなりましたが、はい、はいはい、というわけでね、ゆきちゃんもサクサクっと、うん、もういろんなイベントがあると思うんで、ちょっと紹介してもらえたら。そうなんです、はい、もうね、1月2月はイベントごとが目白押しでございます、はい、まずはこちら、はい、もう間もなく本番でございます。はい、今週って言ったらいいのかな、来週になるのかな、13日から17日までがですね、はい、本番でございます。チーズフィルムプロデュースというですね、はい、川辺一子のためにという作品、こちらが2015年の夏に初演を、はい、終えた作品なんですけど、それがもうすごく 大好評だったらしくて、うんうん、ですぐに再演が決まって1月に再演をすることになったんですけ ど、はい、初演のメンバーが全員集まったんですよ、はい、ね、うん、10人出てて10人のキャスト全員が集まったんですけど、はい、再演をするにあたって1人だけ追加キャストを入れたいと、うん、でその追加キャストで私が入ってですね、はい、さらにパワーアップさせるべく寺田が加入しました、うん、すごいね、再演、はい、再演スペシャルイベントってことね、イベントじゃないですよね、ごめん、再演スペシャルバージョン、バージョンだね、はい、はい、そうなんです。で13日から17日なんですが、はい、もうチケットの方がですね、うん、だいぶ売り切れてしまいまして、はい、まだチケットが残っているのがですね、16日の昼夜と17日のお昼のみとなりました、はい、3公演のみとなってます、はい、あとは完売してしまったんですが、はい、当日券少し出ますので、うん、他の回も興味持たれた方はぜひ当日足を運んでいただくと多分ご入場していただけますので、はい、ぜひこちらお願いします、はい、どうもそしてですね、楽しみください、1月19日から31日まで新宿村ライブというところで、うん、はい、舞台人狼ザライブプレイングシアターというですね、よくやってる人狼 TLPT というものをまたやります、はい、今回はですね、去年香川に、はい、私1週間だけ行ってたんですけど、うんうん、その時にやった公演を東京に
持ってきてですね。あ、じゃあそれ初公演ってこと？そうなんです。なるほど、はい、あのテーマが、うん、あの香川で生まれた題材なんですけど、はい、それをこう満を持して東京に持ってきてですね、はい、あの深海がテーマのデプス食材の海というですね、うん、ジンの TLPT やります、はい、この私の出演会はですね全8回、はい、あの調べていただいたらすぐ出てきますので、はい、ぜひあの人狼の公式ホームページとかでチェックしてみてください。はい、一般発売も始まってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、人狼手に入るの大変だからね。そうなんです。頑張ってチケット取ってくださいね。はい、よろしくお願いします。はい、はい、というわけで私も1月の23日に、うん、また新春シャンションショーやりますのでなんて1,2,3 新年だよ適当にライブあのまたやりますので、 で言いました。今の関係なかったじゃないですか。サンシャン、それはちょっと言いたかっただけ。サンシャンシャンショーね、あのまたやりますから、あの適当に足をお運びいただければと思います。はい、はいはい、というわけでね、今日はね、うん、あの先ほど来てくれた二郎さんね、二郎さんちょっと紹介するよ。二郎さん本当の姿できた二郎さん。二郎さん、はい、どうも浜田さん。はい、どうもどうも。わはは本舗、より来ていただきました。三つの明子さんです。イエイ、ありがとうございました。すいません、もうあの今日から本当に弟子寺田由紀を本当よろしくお願いします。これもゆきちゃんのためにやっぱりまあゆきってね、これだって、あ、いいね、こう感じでこう2人でこう最後ね、すごい、あ、いいじゃん。いや、私こっちがいいんですよ。え、本当、ちょっと、私こっちがいいんですよ。ゆきちゃんも美味しい方あげたの。ありがとう。あのね、この2人なんだかんだ言って、あの多分ね、お酒の趣味とか合いそうなんでね、本当ね、気づいたら私抜きで多分飲んでるんじゃないかと思うから、その時はね、あの教えてね。そうですね、久野さんも来てください、ね。うん、もう今日完全に帰り飲んで帰りますよね。うん、そうだよね。てか今もう飲んでるしね。そうね、うん、日本酒飲んでます。飲んでたね。そう、はい、そんなわけでね、今後なんかあのたまに顔出すって言うから、ちょっとすごくない？これ本当 ね、飲んだ席の話だからね。ちょっとめでたいから来てくんないかなったら、あ、いやいやみたいな。いいっすよ。そうなんでね、今日はうん、むしろありがとうございます。めでたいのみんな見れてよかったよね。本当ですね。うん、よかった。はい、なんでちょっと中途半端に持ってるの？いやいや、もうあの見せとこうと。あ、そう。はい、あの緑がしたくてしょうがなくてマナダ食ってる。いいな、美味しいな。うん、いいさ、美味しいなと思って見てるからな。でも多分。三丁目の子たちは羨ましくてしょうがないでしょうね。多分作るだろうなと思って、次までにはできてるだろうなと思って、4枚作ってきますよ。やば、うん、これ手作り、ね、すごいね。手作り感半端ないね。本当だね。めっちゃ油ついてる。ゴムの結び目が表に来てるからね。すごいよね、うん、素晴らしいよ。そう、痛くないよ、ね、痛くない、さすが。そんなわけでね、はい、今日はこんな感じで、お正月スペシャルでお届けしました、ね。はい、明日がいかがでしたでしょうかね。はい、ということで、はい、次回の放送はですね、はい、1月24日でございます。はい、ゲストは、はい、シンガーソングライターのルイさんをお呼びしておりますので、またこちらもお楽しみにということで、はいはいはい、また来てくれるよね。はい、もちろん来ます。というわけでね、今日はお祭り二郎も楽しみ、間違った、三野明子さんも楽しんでいただきましたのでね、はい、みんなこれからじゃ あの弟子入り決まったのでよろしくお願いいたします。何回言うの弟子入り、はい、いいね、何回も言っとく。というわけでね、あのゲスト石塚高道さん、そして、ゲストっていうの、立花あるひさん、そしてそう今日はあの遊びに来てくれた、そして水野明子さん、そして皆さん三丁目くのゆりと寺田由紀、また今後ともよろしくお願いいたします。はい、どう、頑張った、今頑張ったけどちょっと早いんだ、だからちょっと時間残ってるから、はい、もうちょっと続けてください、はい、締めの言葉、はい、というわけでね、はい、次回は、ルイさんが来ますんでね、はい、ルイさんはねちょっと魔力がかかった女子なんでね、楽しんでいただければと思います。はい、はい、ということで次回放送1月24日です。またね、今年もよろしく。